はい。えー、ナミさんお疲れ様でございます。世の中、不況真っ盛りということでね。不況になると流行るのが詐欺。詐欺の反対側では、そういったあやふやな情報を求めて、一攫千金を狙う消費者の姿があるのかなと思います。ですんで、不況になればなるほど、固くね、地に足をつけて、頑張ってコツコツ稼いでいこうっていうふうに、多くの人が考えれば、詐欺っていうのは流行らないんですけども、 まあこういったね、不況になると詐欺が流行り、詐欺を流行らすのは、コツコツと働くのが嫌だなと思う、まあ、一般庶民、消費者ってことなのかなと。まあ、この流れはね、最近起きたわけではなくて、実はね、まあ、昭和の初期、昭和の5年とか10年にも結構起きていて、当時は新聞っていうものがね、えー、私たちの主なメディアで、それ以外はほとんどありませんでした。雑誌もそんなになかったんですよね。 まあですんで新聞広告っていうものを頼りに仕事を探したり情報を得るってことがあったんですけどもなんとその新聞社自体がねやっぱり今でもそうですけども商売のために広告を載せたいっていう人のその広告をですねほぼ審査もないまま載していたんですよまあ、今はだいぶね新聞広告っていうのが厳しくなってきて審査をクリアした人しか広告が出ないってことになるんで信用度は高いんですけどもその代わり発行部数が少なくなりましてね 新聞ってのから情報を取る人が減ったのかなと思います。じゃあその中で当時新聞広告の中で、まあ、どんなことが流行っていたのかってことをねいろいろ調べてみたんですけども一つは原野商法です。水道も通ってないしこれから開発される予定もないような土地を、まあ、これから有望な土地ですよと別荘地ですよと東京から近いですよみたいな感じで、まあ、売りさばいていたわけなんですよね。当然そういった土地に 値段がつくわけもなくいまだに放置された状態で限界ニュータウンみたいなねそんな形で今廃墟になっております結局一回も誰も住まないまんまもしかしたらそこに投資した大家さん自体現地に行ったことがないまんま今ね50年という年が過ぎてしまってそういった土地が今ね YouTuber として絶好の取材ネタになっているのかなと思いますその他ね 証券会社の例を今回紹介したいんですけども当時も証券会社あったんですよ、うん、それこそ今よりもハードルが高い専門的なところだったんですけどもそれでもね証券会社は給料がいいっていことで結構人気だったんですよねでもその大半が実際行ってみたらとんでもない会社だったってことがわかりますその主な成り立ちが例えば当時ね新聞社自体が自分の会社に 出している会社で出しているその広告主を直撃みたいなそんなねコーナーがあって今で言うと突撃 YouTuber みたいな感じですよねで新聞社の社員が自分の新聞に掲載した広告会社に申し込んでそこに就職してみるみたいなねまあそんなネタだったんですけどもある証券会社に行ったら給料が毎月まあ60万出ますよみたいなね60万ですよ、うん、今の価格でね 60万ったら結構給料いいじゃないですか。しかも世の中不況ですから、60万の給料もらえるんだったら、少々のことでも頑張りたいなと思って、この面接に行くんですよで。面接に行って、そこの社長に履歴を出して面接をするんですけども、あの証券会社で働くためには、あの保証金が必要なんだよってことをね、そこで言われるんですよで。そんなこと最初から知ってたら来なかったというふうな人がほとんどなんですけども、その保証金が必要だっていう前に、もうすでにね、証券会社に入るとどんなにね、 稼いで夢のある世界になるかっていうことを話されてるんで、もう就職したくてしょうがないんですよ。で、その中で、で毎月60万の給料は出すんだけども、200万の保証金がないと危なくって、いい証券とか債券を任せることができないんだから、それを頼むよってことだったんですよね。で、えー、ほとんどの人がその200円ってのを200万円っていうのが作れなくて諦めるんですけども、なんとかお金を課金を詰めて、 働き始めたらすぐに返せるからっていうことで、あの、200万円を持ってきた人がいるんですよね。で、その200万円を会社に納めて、で、勤務を始めるんですよ。で、3ヶ月ぐらい働いたときに、まあ、給料ってのは3ヶ月遅れぐらいで出るっていうのね、契約ですから、3ヶ月ぐらい働いたときに、まあ、同僚も一緒にいるんですけども、あの、会社が倒産するんですよ。<laughs> そういうことはどういうことかっていうと、200万円で保証金を集めた、 会社社が10人ぐらいの、まあ、新入社員ですよねそれを、まあ、働かせると2000万になるわけですよ。で3か月間いろんなことを適当なことを働かしといてで給料を60万60万60万合計180万の付けをそれぞれの社員にするんだけども給料の支払い日直前に会社が倒産してとんずらこくって形なんですよ。でそういうことをすると23か月に1回その会社には2000万円単位が転がり込んできてそのまんま 会社が詐欺だったって話なんですよね。で、そういったお金を膨らましといて、うちの証券会社は儲かりますよっていう風にまたやるんですよね。で、実際に給料を払う社員も作っておくんですよ。で、そしたら先輩社員は給料もらってますよって感じで、そいつも詐欺なんですよ。そうやってだんだん組織がちょっと大きくなって、で、ほとぼりが冷めた頃にまた消えるみたいなね。そんなことを繰り返したみたいですね。でそういうのが多かったんですよね。まあ いい言い方すると、生きるのに必死だったということも言えます。ちなみに当時、昭和10年代ですけども、今よりだいぶ昔になりますよね。その頃っていうのは、東北の方では、飢饉が当たり前に起きていたそうです。で、えー、もうね、人減らしっていうのがあったりとか、生まれてきた子供をね、あの親が、まあ、殺してしまったりとかね、それから娘さんを世間に売ったりとかね、人買いが来ていて、えー、で、売ったりとか。で 男の子を労働力としてこれまたデッチ暴行に打ったりとかねまさに家族の中で人身売買が行われていたっていう、まあ、そんな現実がありましたそれが昭和の初期なんですよねだから古き良き昭和懐かしんでいいことばかりじゃなくってほとんどが悲惨な状況に追い込まれていったと、うん、昭和の発展というのはそういった人たちの犠牲の上にあったのかなというふうに振り返る日々でございますそれでは今日もよろしくお願いします